皆さん、おはこんばんは。僕です。今日はですね、屋久島の旅の最終日を迎えております。で、今ね、リバーカヤック、屋久島の某川で、リバーカヤック、川のカヤックをやってきました。で、まあ、今回ちょっと釣り行こうかなと思ってたんですけど、台風でうねりが入ってきて、とてもカヤック出せるような状況じゃなかったんで、昨日お世話になったワンドロップの中島さんの、まあ、ご厚意に厚かましく乗っかかって、今リバーカヤックに行ってきて終わって車に戻ってきたところです。で、これから多分、まあ、リバーカヤックの動画が始まると思うんで、皆さん楽しんでください。じゃあもうダーダー喋ってたら時間なくなっちゃうんで、そろそろ Q を行きたいと思いますね。皆さん一緒に Q と言ってください。行くぞ、ウェイキュッ、うん、始まったかな。まあ始まっただろ。あー気持ちいい。なんもね、道路もない。めっちゃ気持ちいいやん。しかもすごい透明度。あー気持ちいい。俺しかいない。ここ俺しかいないんだけど、お前一人しかいない。すごい気持ちいい。これ海水っていうか、これ水舐めてみたらさ、しょっぺんだよまだ。だから汽水域なんだね。あー気持ちいい。屋久島の川どうなってんの？シリーズ。よし、ちょっとあんまり綺麗なんで泳いでみましょう。めちゃくちゃ綺麗なとこ見つけました。綺麗っていうか、面白いとこ。ほら、川じゃないんだけど、岩の間からずっと水が染み込んで、水が出てる。しかも触ると、めっちゃ冷たい。面白いね。岩肌が、水が、めっちゃ感じてるよ。こっちも。透明度
い、お疲れ様でした。どうでした、リバーカヤック？よかったでしょう。なかなか透明度があってすっごい涼んだ気持ちになりましたよ。でもね、今日濁ってる方だったらしいです、今日は。でもね、それでも綺麗だよね、うん。で、岩と岩の間からちょっと水とか流れたりする、ああいうやつって本当に山水っていうか、井戸水っていうか湧き水だから飲めるらしいですよ。今回ちょっと飲むことはしなかったんですけど、次回来た時はぜひ飲んでみたいと思いますね。まあ屋久島って海や山だけじゃないね、川も魅力がいっぱい詰まってました。そんな鶴岡ハウスの動画でした。ご視聴ありがとうございます。バイ。晴れた、モスバーガー食いに行く。